フェルナンド・ホセ・トーレス・サンスは、スペイン・マドリード州、フエンラブラダ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。アトレティコ・マドリード・フベニル A の監督を務める。元スペイン代表。現役時代のポジションはフォワード。リバプール FC に所属していた2007から08シーズンにリーグ戦24得点を挙げるなど、プレミアリーグを代表する選手とみなされていた。スペイン代表としては、UEFA ユーロ2004、2006 FIFA ワールドカップ、UEFA ユーロ2008、2010 FIFA ワールドカップ、UEFA ユーロ2012、2014 FIFA、ワールドカップの6つの主要大会に出場し、UEFA ユーロ2008では、決勝のドイツ戦で、決勝ゴールを挙げ、チームの優勝に貢献した。また UEFA ユーロ2012では、ベンチスタートが多く、約190分という、長くはない出場時間ながら3得点1アシストを、決め大会得点王に輝いた。1984年3月20日、マドリード州のフエンラブラダに生まれた。幼少時代からサッカーに興味を持ち、5歳の時に最初のクラブチーム、パルケ84に入団した。父親は仕事があったため、母親が毎日の練習への送り迎えをした。祖父は熱烈なサッカーファンではなかったが、アトレティコ・マドリードのサポーターであることに誇りを持っており、トーレスはクラブへの愛を受け継いだ。サッカーを始めた頃は、兄と同じくゴールキーパーだったが、7歳の時に、キャプテン翼に影響を受け、近くのサッカークラブ、マリオズオランドで、ストライカーとして、インドアリーグの試合に出場した。3年後、10歳の時に、ラージョ13の11歳以下チームに移ると、1シーズンで55ゴールを記録し、ラージョ13の3人の選手のうちの一人として、アトレティコとのトライアル参加した。彼は、スカウトに良い印象を与え、11歳だった1995年に、アトレティコの下部組織に加入した。下位カテゴリーアトレティコ時代アレビンチームに加入した、トーレスは、順調に、下部組織のカテゴリーを昇格していき、1998年には、イタリア国内外の U-15 世代のクラブが、争うナイキカップに参加し、バルセロナ、ミラン、ユベントスなどを破って、重要なユース年代のタイトルを初めて獲得した。大会最優秀選手賞の副賞としてナイキからシューズの無償提供を受け、これ以来一貫してナイキのスパイクを使用している。彼は後にこの年代の欧州最優秀選手に選出された。1999年、彼が15歳の時、アトレティコと最初のプロ契約を交わした。契約後の最初のシーズンは、ユースチームでプレーし、16歳の時にトップチームに昇格した。トップチーム昇格2000から01シーズンの出だしは、悪く、脛骨の怪我に苦しんで2000年12月まで欠場した。その後もトップチームの練習に参加し、2001年5月27日のレガネス戦で26分間出場し、17歳でデビューを果たした。デビューから1週間後のアルバセテ・バロンピエ戦も途中出場だったが、イバン・アマージャーのクロスからヘディングでトップチーム初得点を記録した。シーズン途中にカルロス・ガルシア・カンタレホ監督が就任してから順位表を駆け上がったが、2000から01シーズンはプリメーラディビシオン昇格を逃した。2001から02シーズンはセグンダディビシオンで36試合に出場して6得点のみと、自身の調子は良くなかったがチームはプリメーラディビシオン昇格を果たした。プリメーラディビシオン挑戦プリメーラ初挑戦となった2002から03シーズンは調子が良く、バルセロナ戦でロベルト・ボナーノから奪った得点などで一躍話題に上る選手となり、29試合に出場して13得点を決めてチームは11位に入った。プリメーラで2年目の2003から04シーズンは19歳で、史上最年少でキャプテンに就任すると、より一層の成長を見せ、35試合に出場して19得点を上げて得点ランキング3位に入った。このシーズンは UEFA カップ予選出場権獲得を逃したが、リーグ戦で7位に食い込んで、インタートトカップ出場資格を得た。欧州カップ戦初挑戦となった2004から05シーズンの UEFA インタートトカップ4回戦のベオグラード戦では、ファースト、レグセカンドレグともに1得点ずつを挙げた。チームは決勝戦に進出したが、同じスペインのビジャレアルとの決勝では2試合合計2-2となって迎えた PK 戦の末に敗れた。リーグ戦では数少ないチャンスをものにし、リーグ6位の16得点を挙げた。プレミアリーグチャンピオンのチェルシーは2005年にトーレスとの契約に興味を持っていると思われていたが、アトレティコのエンリケ・セレソ会長は、チェルシーがトーレスと契約する可能性をノーチャンスと言い放った。セレソ会長は、後の2006年1月に、我々はトーレスに来たオファーを検討する用意があったと述べたが、トーレスは、ニューカッスルユナイテッドが3月に僕の獲得を企てていたと主張した。2005から06シーズンは好不調の波が激しかったが、リーグ6位の13得点を挙げた。2006ワールドカップの後、彼は大会前にチェルシーからのオファーを断ったことを明らかにした。2006から07シーズンは PK を外すことが多かったが、リーグ戦で15得点を決め、プリメーラディビシオン昇格後の5シーズンすべてで2桁得点を記録した。イギリスのメディアは彼がリバプールのメインターゲットとなっていると報道したが、セレソ会長はリバプールを含むどのクラブや選手からもオファーは受け取っていないと述べた。しかし、その数日後、アトレティコがトーレスをリバプールに移籍させる契約に同意したという新たな報道が伝えられた。その契約によると、移籍金の額は2500万ポンドと噂されており、その金額とは関係なしに、ルイス・ガルシアがアトレティコに移籍するというものだった。6月30日、アトレティコは、ビジャレアルからディエゴ・フォルランを獲得し、それは、トーレスの放出を公にする前に、実質的な代替要員を獲得したことを、暗に示していた。7月2日、トーレスは、リバプールとの契約を成立させるためにバカンスを途中で切り上げて、マドリードに戻った。その翌日、トーレスは、リバプールのメルウッド練習場で行われたメディカルチェックをパスした。リバプールとの6年契約を交わす前に、アトレティコのファンに別れの挨拶をすることを希望し、7月4日にマドリードで記者会見を開いた。移籍金額はリバプール史上最高額だった。オファーが届き、僕はアトレティコに耳を傾けるように言った。僕が決断した。難しい決断だった。アトレティコの一員であることを誇りに思っている。これが、さよならではなく、また青であることを願う、フェルナンド・トーレス、2007年7月4日最大のライバルであるレアル・マドリードとのマドリードダービーでは、得点できない期間が続いたが、移籍前最後のダービーとなった2006から07シーズンのホーム戦で、マドリードダービー初得点を決めた。2002から03シーズンから2006から07シーズンまでのマドリードダービーの戦績は0勝4分6敗であり、ついに勝ち星を挙げることができなかった。レアル・マドリードとの対戦を増えてとしている一方で、バルセロナ戦での得点率が高く、バルセロナがリーグ連覇した2004から05シーズンと2005から06シーズンは、ホーム&アウェイの4戦すべてで得点するなど、2007年4月までの計9戦で7得点を決めた。最後の対戦となった2007年5月のホーム戦では0から6で大敗し、その敗戦が移籍を決断する。ターニングポイントだったことを実書で認めている。リバプールでプレーするトーレス2007から08シーズン移籍以前からアトレティコ同様にリバプールを応援しており、同じ匂いがすると愛着を示している。移籍当初は英語が不得手だったが、同じスペイン人のホセマヌエル・レーナやシャビ・アロンソによるサポートを講師にわたって受け、お気に入りのビートルズの CD を聴いて勉強するなどして、英語力を上達させた。なお、リバプール時代に住んでいたトーレスの家は、レーナの家族が住んでいる家から50メートルしか離れていなかった。2007年8月11日、アストンビラ戦でデビューし、2-1で勝利を飾った。その4日後には、チャンピオンズリーグデビューを飾り、予選3回戦のトゥールーズ戦に79分から、途中出場して1-0で勝利した。8月19日のチェルシー戦で、アンフィールドでの試合に、初めて出場し、この試合の16分に決めた先制点が移籍後初得点となった。キャリア初のハットトリックは9月のカーリングカップのレディング戦で生まれ、後半だけで3得点して4-1で勝利した。UEFA チャンピオンズリーグでの初得点はグループリーグ初戦のポルト戦であり、その試合では2得点を決めて4-1で勝利した。2008年2月23日のミドルズブラ戦で達成したハットトリックも含め2008年2月にはリーグ戦2試合で4得点を決めプレミアリーグの月間最優秀選手に選ばれた。ミドルズブラ戦の2週間後の3月5日にはウエストハム戦でまたもやハットトリックを決めリバプールの選手としては1946年11月にジャック・バルマーが達成して以来となるホームでの2戦連続ハットトリックを成し遂げた。3月後半のレディング戦において47分にヘディングで得点し、リバプールの選手としては1995-96シーズンにロビー・ファウラーが達成して以来となるリーグ戦20得点を達成した。4月にはチャンピオンズリーグ準々決勝。アーセナル戦のセカンドレグで得点し、準決勝進出を決めた。この得点は2007-08シーズンのすべての大会を通じて29得点目となり、コップのアイドルだったマイケル・オーウェンが在籍期間中に記録した1シーズンでの最高得点数をしのいだ。2008年4月11日には PFA 年間最優秀選手賞の候補6人に選ばれたが、結局、マンチェスターユナイテッドのクリスティアーノ・ロナウドが受賞した。また PFA 年間最優秀若手選手賞にもノミネートされたが、この賞はアーセナルのセスク・ファブレガスが受賞した。上記2つの受賞は逃したが、PFA 年間ベスト11に選ばれた。5月に発表された FWA 年間最優秀選手賞では、C・ロナウドに次ぐ次点だった。2008年5月4日、ホーム最終戦のマンチェスターシティ戦で57分に決勝点を挙げ、1960年代に活躍した FW ロジャー・ハントが保持していたアンフィールドでの連続得点記録に並んだ。最終節のトッテナム戦でリーグ戦24点目となる得点を決め、イングランド挑戦1年目の外国人の最多得点記録を樹立した。それ以前の記録は、ファン・ニステルローイが、マンチェスター・ユナイテッド移籍1年目に記録した23点だった。プレミアリーグの得点王争いでは31得点の C・ロナウドには及ばなかったが、エマニュエル・アデバヨール並んで2位に入った。この時期には、チェルシーが彼と契約するために移籍金$5000万を支払うのではないかという憶測が報道されたが、トーレス自身は、当分の間は、リバプールを離れないだろうと答えた。クラブの共同オーナーの一人であるトム・ヒックスも、移籍話を否定し、どんな金額を積まれても移籍を許すつもりがないと、答えた。2008-09シーズン2008-09シーズン開幕戦のサンダーランド戦では、試合唯一となる得点を挙げ、期待の持てるスタートを切ったが、結果的にこのシーズンは、幾度もの負傷に苦しめられたシーズンであった。3節のアストンビラ FC 戦で、ハムストリングを負傷して2-3週間の離脱となった。UEFA チャンピオンズリーグのマルセイユ戦で、復帰して2-1で勝利すると、9月27日のエバートンとのマージーサイドダービーでは2得点を決めて、2-0で勝利した。ダービーの翌週末には、シティ・オブ・マンチェスター・スタジアムで行われた、マンチェスター・シティ戦で1-2の劣勢から2得点を決めて3-2での逆転勝利を収めた。彼がこの試合で決めた1点目は、リバプールがプレミアリーグで決めた1000点目の得点となった。リーグ戦では、好調を維持していたが、スペイン代表として出場した2010ワット杯欧州予選のベルギー戦で、ハムストリングの怪我を再発させ、クラブの試合を3試合欠場した。10月22日、クラブは、チャンピオンズリーグの試合で、トーレスの古巣アトレティコ・マドリードとアウェーで対戦したが、彼は負傷の影響で試合を欠場した。アトレティコのセレソ会長は、トーレスを VIP 席に招待する予定だったが、イングランドでのリハビリを優先させるためにトーレスは、セレソ会長の申し出を辞退し、試合は自宅でテレビ観戦した。10月27日、2007から08シーズンのフィフプロ。ベスト11に選ばれた。復帰戦は、ウエストブロムウィッチアルビオン戦で、72分から途中出場した試合を3-0の勝利で飾った。インタビューで、古巣アトレティコへの復帰に興味を持っていると言い、僕がアトレティコで現役引退するかどうかはわからない。でもアトレティコで何かをやってから引退したいと思っていると語った。11月のチャンピオンズリーグ、マルセイユ戦では 1-0 で勝利したものの試合後に、またもや、ハムストリングを痛め、プレー不可を余儀なくさせられた。当初は2-3週間の離脱と見られていたが、専門医の診断により、離脱期間は4週間に延びた。12月には FIFA 最優秀選手賞の候補に選ばれ、C・ロナウドとリオネル・メッシに次ぐ3位の位置を得た。負傷からの復帰戦は彼にとって初めての FA カップ出場となった2009年1月3日のプレストンノースエンド戦であり、途中出場して2-1で勝利した。2月1日のチェルシー戦では試合終盤に2得点を決めて2-0での勝利を飾った。加入してから1年半しか経っていないにもかかわらず、タイムズ紙によるリバプールの歴代最優秀選手50人に選ばれ、これだけの短期間で彼が見せつけた衝撃を増強させている。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦ではアトレティコ時代にライバル関係にあったレアル・マドリードと対戦することになったが足首を怪我していたためプレー可能な状態にするために試合前に鎮痛剤を注射して試合に臨んだ。ファーストレグで先制点を決め4-0で大勝して、セカンドレグを待たずに勝ち上がりを、ほぼ確定させた。その4日後には、オールドトラッフォードでのマンチェスターユナイテッド戦のメンバーに名を連ね、1-1に追いつく得点を決めて4-1で勝利した。2009年4月、2008-09シーズンの活躍から、PFA ベスト11に選ばれた。5月24日、リーグ戦最終節のトッテナム戦でゴールを決め、移籍後の公式戦84試合目にして50得点を達成した。クリスマスのリーグ戦折り返し時点でクラブは首位に立っており、最終的に勝ち点86と過去最高の勝ち点を獲得したが、2位に終わった。トーレス自身は、リーグ戦は24試合の出場にとどまったにも、かかわらず、リーグ得点ランキング4位チーム内得点ランキング2位の14得点を記録し、エースとしての仕事は全うした。2009-10シーズン2009年5月、クラブとの新契約にサインした。この契約によると、彼の給料は週給11万ポンドまで引き上げられ、契約が満了する2013年に、同条件で1年間契約延長できるオプションが付けられた。2009年には1400万ポンドもの収入があったと報道されている。2009年9月19日、ウエストハム戦で2得点を決めた。その1週間後には、アンフィールドでのハルシティ戦で、ハットトリックを達成し、6-1で大勝した。9月には、計5得点を決めて得点ランキングの首位に立ち、リーグ月間最優秀選手に選ばれた。10月25日、先制点を決めて2-0で勝利したマンチェスターユナイテッド戦後、ベニテス監督は、我々は最後の通行許可証を待っていたとの比喩表現を使って、トーレスのプレーを称賛した。12月には、FIFA Pro、ベスト11に選ばれた。12月29日のアストンビラ戦で、ロスタイムに決めた得点は、クラブ最速でのリーグ戦50得点目となった。それまでの記録は、ロジャー・ハントが達成した78試合だった。2010年4月4日のバーミンガムシティ戦では65分に途中交代を命じられた。この理由を聞かれたベニテス監督はトーレスがひどく疲れていたからだと弁明した。膝の手術を受けるために4月後半以降は試合に出場しないと報道された2009-10。シーズンのリーグ戦は22試合の出場ながら18得点を上げ、得点ランク6位に入った。シーズンすべての大会を通じて32試合出場22得点の成績を残し、2度目のチーム得点王に輝いた。チェルシーでプレーするトーレス2011年1月27日、トーレスはチェルシーから$4000万の入札を受けたが、リバプールに却下された。翌日、トーレスは、リバプールに、正式な移籍要請書を提出したが、却下された。1月31日、チェルシーと5年半契約を結んだ。移籍金は$5000万と報道されているが、公表されていない。2011年2月6日、古巣、リバプール戦で、チェルシーデビューを果たした。2011年4月23日、ウエストハムユナイテッド戦でチェルシー初ゴールを決め、3-0の勝利を収め、903分間の無得点に終止符を打った。これは、クリス・サットンの記録を抜いて、クラブワースト記録となった。またこのゴールは、2010-11シーズンのチェルシーでの唯一のゴールとなった。2011-12シーズン2011年9月18日のマンチェスターユナイテッドとのアウェー戦ではチェルシーでの2点目、そしてシーズン初ゴールを決めた。しかし、その10分後にはマーク・ガワーの両足へのファールによりイングランドで初のレッドカードを受け、国内での3試合の出場停止処分を受けることになった。2011年10月19日、チャンピオンズリーグでヘンクに5-0で勝利して2ゴールを決め、2008-09シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝でチェルシーと対戦したリバプール以来のヨーロッパでの活躍となった。2012年3月18日、FA カップ準々決勝のレスターシティ戦で2ゴールと2アシストを決め、24試合に及んだゴール不足に終止符を打った。2012年4月24日、ディディエ・ドログバの代役として出場し、チャンピオンズリーグ準決勝のバルセロナ戦で土壇場でゴールを決め、チェルシーを2-2で引き分け、バルセロナを敗退させた。2012年4月29日、スタンフォードブリッジで行われたクイーンズパークレンジャーズ戦に6-1で勝利し、チェルシーで初のハットトリックを決めた。2012年5月19日、チャンピオンズリーグ決勝戦の後半、バイエルン・ミュンヘンの先制ゴールの直後に出場し、延長戦の末に1-1で引き分けた後、チェルシーが PK 戦を4-3で制した。チェルシーでの最初のフルシーズンは、49試合に出場して11ゴールを記録した。2012-13シーズン2012-13シーズンの開幕戦は FA コミュニティシールドでマンチェスターシティと対戦し、先制ゴールを決めるも、チェルシーは3-2で敗れた。次の試合、2012年8月22日に行われたレディングとのホーム戦で今季初ゴールを決め、3点目のゴールも決めて、チェルシーを先導した。また、ニューカッスルユナイテッド、アーセナル、ノリッジシティとの試合でもゴールを決め、チェルシーはシーズン序盤で首位に立った。2012年11月21日、チームの監督がロベルト・ディ・マッテオからリバプールでトーレスと師弟関係であったラファエル・ベニテスに交代した。ベニテスの就任理由の一つは、トーレスのベストフォームへの復帰を支援することだったと報じられた。2012年12月5日、チェルシーがチャンピオンズリーグでノア・シェランでゴールを決めて、11時間以上にも及ぶゴール不足に終止符を打った。その3日後のリーグ戦でも2ゴールを決めて、プレミアリーグ8試合の無得点に終止符を打った。日本で開催された FIFA クラブワールドカップ2012にヨーロッパ王者として出場し、準決勝の CF モンテレー戦で試合を決定づける追加点を決めたが、決勝の SC コリンチャンス戦では何度も決定的なチャンスを作ったが、相手 GK カッシオにことごとくセーブされ、後半アディショナルタイムにオスカルのクロスに頭で合わせ試合終了間際での同点ゴールと思われたが、惜しくもオフサイドになってしまった。チームも0から1で敗れてしまい、優勝を逃した。2013年5月15日に行われたヨーロッパリーグ決勝で先制ゴールを決め、優勝に貢献した。シーズン最終戦では2013年のリーグ戦、初ゴールを決め勝利に貢献した。シーズンで64試合に出場し、22ゴールを記録した。2013から14シーズン2013年、UEFA スーパーカップのバイエルン・ミュンヘン戦では、シーズン初ゴールを決めた。2013年10月22日、チャンピオンズリーグで、シャルケ04と対戦し、チェルシーでの100試合目の先発出場を果たし、2ゴールを決めた。2014から15シーズン2014年8月29日、リバプールに移籍したマリオ・バロテッリの後釜として、ミランへ2年間のレンタル移籍が合意に至ったと発表された。9月20日、セリエ A 第3節ユベントス戦で76分に、アンドレア・ポーリとの交代で途中出場し、移籍後初出場となった。同月23日に行われた第4節エンポリ戦では、前半43分にイニャツィオ・アバーテが上げたクロスに頭で合わせ移籍後初ゴールを決めた。アトレティコでプレーするトーレス2014年12月27日、2015年1月5日付でミランに完全移籍することが発表されたが、2日後の29日、古巣アトレティコ・マドリードへの移籍合意が発表された。契約は2015年1月5日から1年半のレンタル。2015年1月4日にビセンテカルデロンで行われた入団セレモニーには45,000人ものファンが集まった。1月7日、コパデルレー5回戦のレアルマドリード戦で移籍後初出場。1月15日のセカンドレグでは2得点を決めて復帰後初得点を記録。準決勝のバルセロナ戦でも得点を決めるも、チームは敗れた。3月17日、トーレスはアトレティコのチャンピオンズリーグラウンド16のセカンドレグでバイエルレバークーゼン勝ち越し弾を決めるも PK 戦の末敗れた。3月21日にはヘタフェス戦で復帰後リーグ戦初ゴールを決めた。2015から16シーズン2015から16シーズンより9番を着用していたマリオ・マンジュキッチのユベントス移籍に伴い、背番号を19番から慣れ親しんだ9番に変更することを発表した。前半戦はリーグ戦2得点に止まるなど苦しんだが、24節のエイバル戦で4ヶ月ぶりの得点を挙げ、これがアトレティコ・マドリードでの通算100ゴール目となった。2016年4月5日、カンプノーでのチャンピオンズリーグ、準々決勝バルセロナ戦で先制ゴールを決めたが、その10分後に2から1の敗戦で退場処分を受けた。最終的にリバプール時代の2009の10シーズン以来となるリーグ戦2桁得点を記録した。また、ミラノとの契約を満了した。2016から17シーズン2016年7月5日、アトレティコと1年の契約を結んだ。2017年2月には、レガネス戦で得点を決め、スペインでのリーグ戦100ゴール目を記録した。2017年3月2日のリーグ第25節、デポルティーボ戦の終盤、浮き玉を処理しようとした際に、相手選手と激しく交錯、落下の際に、ピッチに顔面を強打し、意識を失ってしまった。幸いにも、迅速な対応によって、すぐさま救急搬送されたため大事には至らず、本人も翌朝に SNS を更新して、無事を報告することができた。2017年7月4日、アトレティコと新たに1年の契約を結んだ。2017から18シーズン2018年2月21日、ディエゴ・シメオネの会見の中で、トーレスがもう1年ここにいるように働きかけるか？ノーだという発言が大きく取り上げられ、ファンの間で論争が起こった。後にシメオネは、人を欺くような質問だった。錯誤があるとしたが、トーレスが戦力になっていないと示唆する発言した。2018年4月9日、2017から18シーズンでの退団がクラブより発表された。ヨーロッパリーグでは大会を通じて2得点を挙げた。決勝では90分から出場し、念願のアトレティコでのタイトル獲得に貢献した。5月19日に行われた最終節のエイバル戦では、キャプテンマークを付けフル出場。2得点を決め、駆けつけた65,000人のファンに別れを告げた。このユニフォームを着ること、各試合で命を懸ける選手たち共にプレーしたことは、誇りであり、特権だった。君たちは僕を世界最高の幸せ者にしてくれた。心からそう思っている。最後に、世界で最も美しい僕たちのイムノを、君たちが歌ってくれている間に、チームメイト、家族とピッチを一周させてほしい。フェルナンド・トーレス、2018年5月20日、退団セレモニー。2018年5月30日、J リーグサガン鳥栖への加入が決定したとのニュースが、J リーグ公式サイトのミスで公開されたものの、すぐに削除された。7月1日、最終合意寸前で金銭面での隔たりなどが生じ、破談になったと報じられたが、7月10日に会見を行い、鳥栖への移籍を正式に表明。会見では、鳥栖への移籍を決めた理由として、スポーツ面のプロジェクトなどに解き伏せられたと説明した。その後鳥栖公式サイトからも移籍が発表された。背番号は9番。同背番号はそれまで、超東舘が着用していたが、これを譲り受ける形になった。8月22日、天皇杯4回戦、ヴィッセル神戸戦、後半19分に交代出場し、同39分に公式戦7試合目で来日初、得点する。8月26日の J リーグ第24節ガンバ大阪戦では2つのアシストを記録すると、後半41分にダイビングヘッドで J リーグ初得点を決めた。シーズン途中の加入にもかかわらず終盤は、キャプテンマークを巻くなどチームの中心としてプレーし、J1 残留に勝利が必要な中、最終節を前にした第33節の横浜 F ・マリノス戦では 1-1 から決勝ゴールを決めるなど、鳥栖の J1 残留に貢献した。2019年6月21日、自身の公式ツイッターにて2019年シーズン限りの現役引退を発表。6月23日に引退会見を開き、8月23日に行われるヴィッセル神戸戦を最後に引退することを明かした。また、神戸戦を最後の試合にした理由を、古くからの友人であるイニエスタとの直接対決を、それを日本でできるということで決めた。引退理由を自分の中でサッカーのレベルというものがあって、引退を決めた理由は、自分のベストのレベルに到達できていないという疑問点。自分がベストのコンディションでやり続ける、そこに到達できなくなるのであれば、サッカー人生を終えたいと思い決断した。神戸には、友人で W 杯を共に戦ったダビド・ビジャもいる。最後の試合で自分ができることを尽くしながらやりたいと思う。と語った。引退後は、トスのアドバイザーとして、クラブに残ることを表明している。引退表明後、最初の試合となった6月30日に行われた J1 第17節の清水エスパルスで先発出場するとヘディングで7ヶ月ぶりとなるシーズン初ゴールを決めるとさらにその4分後にもヘディングでゴールを決めて4から2のチームの勝利に貢献した。8月14日天皇杯3回戦柏レイソル戦で延長前半に相手からボールを奪い取り独走、GK との1対1を制して得点を挙げた。この得点はクラブをラウンド16へ導いたゴールとなり、自身にとっては現役最後の得点となった。2019年8月23日、ヴィッセル神戸戦で元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ、ダビド・ビジャと対戦し、現役生活に別れを告げた。サガン鳥栖を退団後は指導者のライセンスを取得するためスペインへ帰国。2020年9月22日、古巣であるアトレティコは、トーレスがカデーテ A のチームでコーチングスタッフとして加わることを発表した。コーチングライセンス取得に必要なインターンの一環とのこと。2021年1月、リザーブチームのアトレティコ・マドリード B のアシスタントコーチに就任したが、2月に個人的な理由により退任した。同年7月25日、フベニール A で本格的に監督として指揮を取ることが決まった。ユーロ2008優勝パレード2001年2月、U-16 スペイン代表の一員として出場したアルガルベトーナメントで優勝した。5月には U-16 欧州選手権に参加し、決勝では試合唯一の得点を挙げて優勝し、大会得点王と大会最優秀選手に輝いた。2001年9月、トリニダード・トバゴで開催された U-17 ワールドカップに出場したが、グループリーグ敗退に終わった。2002年7月、ノルウェーで開催された U-19 欧州選手権で優勝し、1年前と同じく決勝では試合唯一の得点者となった。また、大会得点王に輝いて大会最優秀選手に選ばれた。2003から2006、2003年9月6日のポルトガルとの親善試合でスペイン A 代表デビューし、2004年4月28日のイタリア戦で A 代表初得点を決めた。2004年にはポルトガルで開催されたユーロ2004に出場した。グループリーグの最初の2試合に途中出場した後、運命を決める3試合目のポルトガル戦に先発出場したが、スペインは 1-0 で敗れてグループリーグ敗退に終わり、トーレスは得点を挙げることができずに大会を後にした。2006ワールドカップ欧州予選では、ベルギー戦での極めて重要な2得点や代表戦で、初ハットトリックを達成した、サンマリノ戦の3得点も含めて11試合に出場して7得点を決め、チーム内得点王になった。本大会メンバーにも順当に選ばれ、4-0で大勝した。グループリーグ初戦のウクライナ戦では、ボレーシュートを決めた。グループリーグ2戦目のチュニジア戦では76分に2-1とリードする得点を決め、90分に PK で追加点を決めた。この3得点により、コンビを組むダビド・ビジャと並んで、スペイン代表のトップスコアラーになった。2006から2008、2008年にスイスとオーストリアで共催されたユーロ2008には、スペイン代表の中心選手として臨み、グループリーグ初戦のロシア戦では、ビジャの先制点をお膳立てした。途中交代時に、ルイス・アラゴネス監督との握手を拒否したことが批判の対象になったが、交代を命じた監督の采配に不満があったことは否定し、ゴールを奪えない、自分自身に対して腹を立てていただけと弁解した。2戦目のスウェーデン戦でこの大会での初得点を、決めた。コンビを組むビジャの負傷により、決勝のドイツ戦は、トーレスの1トップとなったが、前半33分に、チャビエルナンデスのスルーパスに反応し、先にコースに入ったフィリップ・ラームを持ち前のスピードで外側から抜き去りイェンス・レーマンの鼻先で体勢を崩しながらもループシュートを決め、結局この得点が決勝点となりスペイン代表の優勝を決めた。この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、試合後には夢が叶った。これは自分にとって初めてのタイトルであり、これから獲得する多くのタイトルのうちの一つ目であることを願っているよ。欧州選手権での優勝はワールドカップ優勝に匹敵するほど重要なものだ。僕らは今までこの試合をブラウン管越しに眺めていたが、今回はピッチの上で戦っていて、しかもその試合に勝った。僕の仕事はゴールを奪うことだ。より多くのタイトルを勝ち取りたいし、欧州や世界の舞台でより重要な選手になりたいと語った。大会後にはパートナーを組むビジャと共に大会ベスト11に選ばれた。2008から2010ユーロ2012決勝でゴールを記録したトーレス2009年3月28日の2010ワールドカップ欧州予選トルコ戦で代表60キャップ目を記録し、スペイン代表史上最も若くして60試合に到達した選手になった。2009年6月に南アフリカで開催されたコンフェデレーションズカップ2009にも参加した。6月14日のニュージーランド戦では代表で2度目のハットトリックをわずか17分間で達成し、これはスペイン代表最速のハットトリック記録となった。準決勝のアメリカ戦には 0-2 で敗れ、3位決定戦の南アフリカ戦は延長戦の末に3-2で勝利した。2010ワールドカップ、欧州予選には10試合中7試合に出場したが、同じ試合数に出場したビジャが7得点を挙げたのとは対照的に無得点に終わった。ユーロ2012の優勝トロフィーを持つトーレス2010年4月に右膝を手術した影響で本大会出場選手発表までの回復が不安視されていたが、2010ワールドカップのメンバーに選ばれ、ポーランドとのテストマッチで得点して順調な回復を印象づけた。0-1で敗れた初戦のスイス戦では61分に途中出場したが、次のホンジュラス戦とチリ戦には先発出場した。大会直前に負った足の負傷の影響もあって、プレーに精彩を欠き、ホンジュラス戦ではフリーで放ったヘディングシュートを外すなど、グループリーグでのプレーは平均以下だと評されたにもかかわらず、ビセンテ・デル・ボスケ監督はトーレスを信頼した。決勝トーナメント1回戦のポルトガル戦では、試合から消え、準々決勝のパラグアイ戦も得点に絡めなかったため、2戦連続で途中交代させられて、さらに準決勝のドイツ戦は先発メンバーから外された。この試合までの出場277分間で、シュート13本を放ったが、枠内シュートはわずか2本だった。7月11日に行われた決勝のオランダ戦には105分から途中出場した。延長戦後半でアンドレス・イニエスタの決勝点に絡んだものの、ボールを追いかけている最中に大会前に痛めた古傷が再発してピッチ上に倒れ、試合終了間際に負傷退場した。5ゴールを決めて得点王争いトップタイだったチームメイトのダビド・ビジャとは対照的に、グループリーグ初戦から決勝までの全7試合に出場しながら無得点という結果に終わった。2011から2014、2012年にポーランドとウクライナで共催されたユーロ2012はセスク・ファブレガスとポジションを争う形となったり、0トップの戦術が採用された影響もあり、出場時間が限られる形となったが、グループリーグ2戦目のアイルランド戦で2ゴール。さらに、決勝のイタリア戦で1ゴール1アシストを決め、大会の得点王に輝いた。2012年9月7日に行われた国際親善試合のサウジアラビア戦で代表出場100試合を達成した。同時に、これが当時のスペイン代表選手の代表試合100試合出場達成、最年少記録となった。コンフェデレーションズカップ2013では、タヒチ戦で5ゴール1アシストを決めるなどの活躍もあり、大会得点王に輝く。2014年2014ワールドカップメンバーに選出。チームは連覇を目指すも、グループステージでオランダ、チリに完敗。最終戦のオーストラリアには勝利するも1勝2敗のグループ B3 位で決勝トーナメント進出を逃し、グループステージ敗退。大会終了後、スペイン代表からの引退を表明。優れた加速力、スピードと決定力、多彩なフィニッシュパターンを持ち、力強いポストプレーや空中戦の強さ、ディフェンダーとの駆け引きなどが評価されている。そのプレースタイルからフェノーメノと呼ばれている。アトレティコ・マドリードやリバプールでは中盤から速い縦パスを受け、スピードを生かして相手守備陣の裏のスペースに走り込むスタイルが持ち味であるが、スペイン代表は中盤からショートパスをつないでゲームを組み立てていくスタイルであるため、前線にトーレスが走り込むスペースがないことが多く、代表では本来の力を発揮していないと批判されることも多い。トーレス自身はスピーディなプレミアリーグのプレースタイルが自分に合っていると語っている。リバプールでチームメイトだったスティーブン・ジェラードは、トーレスをボールを持っていない時の動きも素晴らしい。献身的に前線から守備をして、ディフェンダーに余裕を与えず、少しでも相手が躊躇すれば、真っ先にその選手に飛びかかっていく。それに、ディフェンダーの背後をつく能力にも長けていると評している。フェルナンド・トーレスのスパイク世界各国のジャーナリストの投票によって、ヨーロッパ年間最優秀選手を決める、バロンドール投票においては、2006年に50人の候補に初めてノミネートされ、2006年と2007年は、ポイントを獲得できなかったが、2008年の投票では、リーグ戦やユーロ2008などの活躍が評価されて、スペイン人最高位の3位となる179ポイントを得た。各国代表チームの監督とキャプテンの投票によって、世界最優秀選手を決める FIFA 最優秀選手賞投票においては、2007年に全体の26位となる4ポイントを獲得した。この年には、トーレス以外にポイントを獲得したスペイン人選手はいなかった。2008年には6人のスペイン人選手がノミネートされ、トーレスは全体の3位となる203ポイントを獲得した。同賞で3位以内に入ったことのあるスペイン人はラウル・ゴンサレスだけである。2009年にはスペイン人3位となる113ポイントを獲得し、7位にランクインした。愛称であるニーニョはスペイン語で男の子の意。幼少期から生粋のアトレティコファンであり、たびたびアトレティコへの愛を語っている。インタビューに対応するトーレス端正なルックスで男女問わずファンから高い人気を誇り、2008年12月にプレミアリーグの冠スポンサーであるバークレーズが行ったプレミアリーグで最も好きな選手はというアンケートで1位に選ばれた。2009年2月、2001年から交際していた女性との間に第一子が誕生する予定であることが明らかにされ、後に胎児が女の子であると診断されたことが分かった。5月27日、マドリード郊外にあるエル・エスコリアルで小規模な結婚式を挙げた。彼女は8歳の頃からの幼馴染であり、2001年7月7日のファーストキスを記念して、左足に77というタトゥーを入れている。2009年7月8日、ガリシア州都サンティアゴでコンポステーラのラロサレーダ病院で娘が生まれた。2010年12月には長男が生まれた。友人のダニ・マルティンがボーカルを務めるスペインのポップロックグループのエルカントデルロコのヤーナダ・ボルベーラ、エーセールコモアンテスというビデオに出演したことがある。2005年には、トーレンテさん、エル・プロテクターというコメディ映画に、カメオ出演を果たした。2009年には、トレス、エル・ニーニョ、マイ・ストーリーというタイトルの自伝を出版した。家族や友人とボードゲームや、テレビゲームをして遊ぶことが好きであり、またニルバーナや、ホアキン・サビーナの CD をコレクションしている。リオネル・メッシと共にウィニングイレブン2010のイメージキャラクターとして CM に登場しており、コナミが企画したインタビューで、日本のファンに対して、流暢な英語で感謝を述べた。日本の漫画、キャプテン翼の大ファンで、ことあるごとにサッカーをやっている子供たちに読むよう、勧めている。幼少時は、キャプテン翼の登場人物の若林源三に、憧れて、ゴールキーパーをやっていたが、顔に来るボールを避けずに何度も歯を折り、フォワードへ転向してからは、大空翼一筋になった。なお、フォワードのヒューガ小次郎はあまり好きになれなかったという。ありがとうございます。